いい形で松山君も上がってね、まあ、いいタイミングで出てきましたよね、はい、ボールが。逆にグランパスがチャンスですが、ガンバ返しました。トーレス、トーレスもだいぶ上がってきましたよ。そうですね、まあ、この選手はあのボランチといいますか、はい、ディフェンシブハーフも経験した選手ですからね、十分に中盤でも、使えますよね。大岩の縦パス上がっていった。ウキーだ。おーっと、ツベイバーマーク。しかしこのルーキーはやりそうです。マスターさん、はい、グランパスですが小倉に代わってですね、岡山が入るようです。そうですね、15番の岡山が出てきましたね。小倉に変えるようです。あ、この辺はどうなんですか。まあ、小倉も、まあ、いまいち本調子じゃないっていうのもあるんでしょうかね、まあ、数少ないチャンス、まあ、活かせなかったですね今日ね。帰ってきましたね。ここで交代です。名古屋グランパスへと小倉選手に代わりまして、グランパスの方はこれで2人目の交代選手になります。飯島がレッドカードを受けておりますので10人でゲームをしています。まあ、今シーズンからの交代選手は、まあ、これまでも負傷したゴールキーパーを含めた3人の交代は認められておりましたけれど、今シーズンからフィールドプレーヤーだけで3人の交代ができるようになりました。これは一つのこの監督としても、有利になったと考えていいんでしょうね。戦術としてそうでしょうね。チャンスだ、チャンスだ。ドリブルできた山口だ。逆サイドにプロダス、自分で行った、打てるか、来た、打った、シュート入った。山口がアシストしました。ドリブルで切れ込んでいきました。笑顔、2人とも笑顔でした。磯貝が加わりました。最後決めたのはプロダソフ。2対1になりました。これは綺麗なゴールでしたね。美しかったですね、はい、外に開いてね、ここで、はい、まあ、1点彼は入れてなかったらね、シュート打ちに行くと思いますよ。よく中見ました ね、はい、今日はしかし山口のセンスは冴えてますね、うん、見事にアシストしました。後半27分、2対1。まあ、彼にとって器用な、パスでしたね。見事でした。やっぱり思い切りの良さは彼の持ち味ではあるんですか。そうですね、やはり点をこう非常に入れたいっていう、そういう意識は非常に持ってますからね。これは打つかなと思ったんですけどね。いや、またガンバが先に点も取りました。2対1、熱戦が続いています。後半29分を回りました。2対1、ガンバがまた勝ち越しました。お、強引に打っていきましたね。誰ですか。浅野ですか。浅野ですね。得意なロングシュートでちょっと遠めすぎますかね。ゲームの方は相当動き始めています。2対1、先制点は後半開始早々ガンバでした。追いついたグランパス、また1点リードのガンバ。後半まもなく30分になろうという時間帯で中盤でゲームは止まりました。2対1とガンバがリードしています。そうですね、いいディフェンスですね。ここのつなぎですよね、はい、このガンバが、ね、からせっかく取ったボールをね、また敵にプレゼントするようじゃね、急がない。こういうところですよね、中盤でのミスが。ここでカウンターを食らうということになり、ま、なるんですよね。ヨネクラ縦に出しましたが、これは長すぎました。そうですね、はい、チャンスだと思うのは、はい、ピンチになってしまいますからね。あ、本当裏返しですもんね、外から持ってきた。また山口が上がっていった。いいボールでした。いいぞ、ワントラップした。うわ、中に持ってきたが繋がらない。お、まだこれをガンバキープ。森岡だ、切れ込んだ、かわした、打てるか、外に開いた、シュート、チャンス。中に入れました。素晴らしいガンバの攻撃ですね。厚みがありますね。厚みを感じますね、はい、単発じゃないですね。これは今日がサントリーシリーズのオープニングゲーム。そういえば磯貝も言ってましたが、期待半分不安半分という、いい形が出れば乗っていけるんじゃないかという。あ、いいシュートでしたね。そうですね、
よく森岡がつなぎました、やはり今のようにですね、トーレスが外に引きずり出されるとね、はい、やはりディフェンスのこのなんていうか要が真ん中にいなくなっちゃうっていうね、ですから今山口が外を開いてトーレスを引きずり出して、入れたボールに対するところからの得点ですよ ね、 ですね、ですからやはりグランパスのやはり弱いところっていうのはあそこですよね、はい、31分後半3対1になりました。もう一回来るかな、これはグランパスの伊藤、まだガンバチャンス、ストイコビッチちょっと先ほど足を痛めましたが島田もマークに行っています。もう一人を松山が来た、取った、どうですかね、その足の方は大丈夫ですかね、万全ではないですかね、まあ、やりそうですね。そうですか、はい、やはりね、前半はやはりストイコビッチのああいうキープからのドリブルというのに対してですね、1対1でこう応対したのがやはり人が多いということで、やはり彼が持ったらやはりもう2人行けと、ということで自由に刺さないというところがやはりいい、グランパスのいい攻め口を消してるんじゃないかというふうに思いますよね。なるほどね、はい、もう前半はほとんどこのストイコビッチがアップで映るというシーンが結構ありましたから、縦に送りました、大きく出した橋本、待っていたプロタソフ、マークに1人来ました坂倉、ガンバボールのスローインです。後半の33分です。得点は3対1と、ここまではガンバがリードしています。ガンバキープ、フォローに来ましたが、ちょっと足を、そうですね、ちょっと森岡君がしすぎですよね。だったんですか、もう少し後ろからの北村君が後ろにいるんですから、はい、つまらないですね、そのファールね、必要ないファール、まあ、じっくりこのディフェンスのラインはこれ作れますからね、いいですけどね、はい、3対1ガンバリードです。今日がオープニングゲーム、磯貝、森岡囲まれました、取り合いだ、北村、ああ取りました、浅野が出した、いい感じです、ストイコビッチへ、おお、かわしたかわしたかわした、さあしかも切れ込んできた、いっぱいのところだ、おお、ズベイバ戻しました、島田ズベイバ、橋本、ですカウンター、プロタソフと1枚が上がっています、右からまた来ます、ここにアレイニコフ出るか、ちょっと出ましたね、一旦下げました、このヘアスタイルは北村、それから森岡中に入れて帰ってきました、この辺ですね、そうなんですよ、全部ね前にいるだけにね、はい、ストイコビッチスペースを探して、もう一回は競争、お、さっきのこと、前半の後の先ほどもありましたから、これはゴールキック、得点の方は後半3対1、ここまではガンバがリードしています。なんか浮いてる、はっ、ドテライドテライドテライヤッサレ、引っ越しの盛り、ドテライヤッサレ、飲み物食う、引っ越しの盛り、栄えでアミーゴーズ、はっ、スルン、コウマッチ、お箸で食べる、スルン、コウマッチ、細切りゼリーの、スルルン、新しゅうございます、コウマッチ、スルルンコマハウス、スルルンコマチ、ジェラシー、イヤリングを変えた恋が始まる、カメリアダイヤモンド、銀座ジュエリーマキナビオ阪急3階。肩の痛みがなかなか取れない、ところが今はバンテリン、ちょっと見てください、肩でも腰でも薬が直接入っていって痛みをそこから直に取ってくれる、今はこういういい薬ができているんです、バンテリン。後半の38分です、3対1、
まあ、グランパスも長いパスが目立ってきましたね。そうですね、まあ、時間が少なくなってきましたからね、はい、2点差です。まあね、あのグランパスサイドも今年こそはというふうに、なかなか勝てないガンバに、おっとなんか相当激しくこれはアルゼンチンのグレスピー主審が言ってますよ。あイエローが出ました、イエローが出ました。入ったばかりの牙です。結構見てますねこの審判は。今のはねプロタソ、あのセルゲイですよ、あれ2号の警告ですね。あ本当はそうなんですか、あちょっと今言ってますね。ヘルト監督もプレーの方は動きました。お 打てるかな、一瞬だーと、いっぱいいっぱいいっぱい、ほんの15センチでした。トーレス上がってましたね。ですね。で左から今画面に入ってきた選手がトーレス、うまい具合にこぼれてねトーレスのところ来たんですが、はい、ちょっとそれてしまいましたね。取りましたガンバ。あうまい具合にいった。さあ松山ブックアップしてみまして、ひっくり返りました、反則です。もう1回これは今イエローを出しましたね。2番の大岩に出したんですか、さっと出しましたね。ちょっと今日の試合イエローカード多いですね。ですね。後半になりまして最初に点を取りましたのがガンバです。山口のシュート1分でした。後半9分本並のセーブングに行こうと、本並がボールをキープしようとしたのをストイコビッチがカットして1対1。その後2本シュートが決まりました。プロタソフと磯貝、ガンバリード。27分と31分でした。手元の時計は後半の40分、残りいよいよあと5分になりました。ガンバの方は橋本から木場にスイッチしています。ガンバの方も2人選手が変わりました。今シーズンからフィールドプレーヤーだけで3人の交代ができるようになりました。オフサイドです、まあ、3人交代できるということはやはりチームとして選手の層の厚さですね、はい、持っているところは有利でしょうね。それと今シーズンから順位の決定に勝ち点制が導入されることになりまして、勝ちチームが3点、負けると0点なんですが、で V ゴール方式ですので PK 戦での敗戦に限って1点が与えられるという。なるほどね、まあ、ですから勝たないと厳しいということでしょうね、はい、オープニングゲーム地元ホームゲームです。ここまではガンバが3対1とリードしています。中に入れました、これをカット、米倉。ゲームは続いています。おーっとこの選手もなかなか前ですね。ジュリックス、それからストイコビッチ、もう一回ジュリックス、中に入っていったのが米倉。なかなか、あ取りましたよ、取った取った取った、さあいった、これは取れそうだ、プロタソフ、あいや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 3対1でしたけど ね、 ね、人数的にはね得失点差っていうのがありますからね、やっぱり、はいね、最終的にね、しかしここでボール取ったのも、ちょっとね外へ行ったですよね、あ流れてね、はい、流れてね、はい、手元の時計は後半42分です。またガンバが攻め込んでいます。松山が走った、ちょっとこれはタッチラインが終わりました。さあ残り時間が少なくなりました、まあ、2点差ですんでこのまま、まあ、あとはカウントダウンといった時間帯に入ってまいりました。ガンバリード、まあ、今日のゲームが一つの今シーズンを占える大事な一戦ではないかという見方もできたと思うんですが、そういった意味を踏まえまして武蔵さんいかがですか。そうですね、まあ、ガンバの方としては、まあ、ところどころイージーミスまだまだ目立つところあるんですが、まあ、地元で開幕戦で、まあ、このまま終わって勝てれば、はい、いい滑り出しまた自信になると思いますね。そうですよね、まあ、一方グランパスの方は、まあ、こういうスコアになっていますが、まあ、前半の試合の運び方でそこに来て、まあ、1人足りなかったというのもありますし、今後立て直して、やっていけるだけの、まあ、チャンスはあるとは思いますよね、はい、
後半43分を回りました。あと2分を切りました。3対1とガンバリード。磯貝が言ってましたけれど、期待半分不安半分、とにかくこれで乗っていけるかなというその大事なゲームで3点目を叩いた磯貝が出した。キーパー出てきました。伊藤キャッチョーと早いぞ、展開していこうというボールはグランパスが回していきます。ゲストの鎌本さんにお話を聞きたいんですが、はい、どんな印象でいらっしゃいますか。そうですね、やはりまだこの、今日のゲームは10人を相手にしたということはね、はい、非常に有利な試合の展開だったというふうに思いますけれどもね、やはりこの勝ったということに関してやはり次に、ね、どうつなげていくかという選手がどういう自信を持ってやるかということになっていくと思うんですよね、はい。そういった中でやはり修正すべき、そのまだ退場ですね。これそうですね、ストイコビッチに1枚目ありましたからね、はい、で2枚目ですから、あここでとうとうレッドになりましたよね、はい、さっきからマークされてましたからね、はい、まあ、これですよね、そのゲームの中でのこの、大事なオープニングゲームでちょっとグランパスサイドは痛いですね。そうですね、9人になりました、はい、この時点で、ほとんど残り時間なくなってまいりましたけれど、やっぱりオープニングゲームってのはそれだけの意味合いというか大事なわけでしょ、うん、このゲームというのはね、まあ、やはりね、こうどん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 これ試合がこう続いていきますからね。エキサイトしてますね。だいぶですね、ですね、45分を回りました。フィールドサイドの上村さんにも印象お願いしましょう。上村さん、いかがでしたか。そうですね、グランパスもですね、最後に今日絶好調 のストイコビッチも退場になりましてね、非常にまあ厳しい出足になりましたけれどもね、はい、まあ、ガンバの方はですね、やはりガンオスさんも言われましたけれど、まだまだ修正する面もですね、非常にちょっと単調な攻めもありましたんでね、やはり今後どうするかということですね。でもやはり何といっても選手にとっては勝ちというのがね、本当に嬉しいんでね、非常に今日はいい出足できたと思うんですね。そうですね、すでにロスタイムに入りました。後半の45分を回りました。3対1、ここまではガンバリード。ガンバの方の勝利は間違いありません。主審が手元の時計を見ました。ここでゲームセット。 J リーグサントリーシリーズ95、地元万博記念競技場でガンバ大阪勝利でスタートいたしました。一方敗れましたグランパスの方はレッドカードが今日は2人に出ました。前半の10分過ぎに飯島、それから後半終了間際のところでなんとストイコビッチもレッドカードを受けました。波乱のスタートになりましたグランパス。一方ガンバが3対1で初戦白星で飾りました。いろいろと放送席の方でお話を伺いながらゲームを見つめてきましたけれど、改めましてこちらの放送席でお話を進めていくことにしたいと思います。まず名古屋グランパス8なんですが、これ、まあ、非常にちょっとこう後味の悪い形になりましたね。そうですね、まあ、しかし、まあ、2人退場ということでね、はい、内容的には前半良かったんですけど、に 1人足りなくなってから後半特にガタガタとこうちょっと崩れてしまいましたけどね、はい、そうですよね。この表情でグランパスが今サポーターに手を挙げて引き上げていくところです。ストイコビッチが最後にレッドカードを受けという、そういえば森山が今回は初戦がおりませんでしたけれど敗れましたグランパス。一方マンオブザマッチは山口です。今日は気分いいでしょうね、山口はね。そうです ね、 ね、ちょっとシーズン前ね、メンタル的にいろいろ問題あったように聞いてましたですけども、はい、まあ、こういう滑り出しをしますとね、気分は良くなると思いますしね。ですね。その中でまた磯貝なんかもね、ほとんどチームの中で試合していなかったのかな、今日フルゲームやったっていうこともあって、まあ、もっともっとそれは彼自身が動かなきゃいけないという部分はありますけどね、まあ、滑り出しとしては上々じゃないですか。そうですね、ガンバ大阪初戦この白星で一気に乗っていきたいところです。放送席見事サントリーシリーズ初戦白星で飾りましたガンバ大阪のキャプテン磯貝選手です。おめでとうございます。
どうもありがとうございます。開幕戦まずはスカッとした突破をしましたね。そうですね。でもちょっとただね、試合でレッドカードが出るとあんまり気分良くなかったですけどね、まあ、でも彼では本当に嬉しいです。今日は磯貝選手自身が久しぶりの試合だったと思うんですけれども、期待通りの結果となりましたね。そうですね。あまり動き自体良くないですけどね、まあ、遅れた分試合でね取り戻そうと思ってますけど、これを機会に波に乗ってこれからもっと頑張れるんじゃないですか。そうですね。みんなで守ってみんなで点取りってね、勝つサッカーをしたいと思います。期待してます。頑張ってください。そしてもう一人、見事活躍されました山口選手です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。今日はワンゴールワンアシスト大活躍でしたね。そうですね。プレシーズンマッチで全然点取れなかったんで、まあ、今日ぐらい、まあ、開幕戦ということで1点取って勝ちたいと思ってたんで、まあ、本当良かったですね。何が何でも1点取ってやるって言われてましたけれども、言った通りにやっていただきましたね。そうですね。まあ、いろいろ見ても予想順位が本当最下位っていう風なんで、まあ、自分自身本当腹が立ってたっていうか、もうなんとか見返してやろうと思ってて、まあ、本当今日いい結果につながってよかったです。開幕戦ファンの皆さんにとてもいいプレゼントだったと思いますけれども、何か一言お願いします。まだガンバ大阪死んでないんで、またこれから勝ち続けていくんで、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。ありがとうございました。 J リーグサントリーシリーズの開幕戦オープニングゲームは3対1でガンバ大阪が快勝を収めています。いやしかし快勝という中にもいろいろ反省点もあったとは思うんですが、率直な意見をまず鎌本さんの方からお願いいたします。そうですね。やはり中盤でも見合った時のやはりイージーなミスが、はい、やはりまだまだ解消しきれてないっていうね、強い相手になってくるとそういうやはりあそこから速攻カウンター食らうという、ねケースがあるだけに、やはりボールを中盤つなぐときに、ね、もう少し丁寧にやはり確実につないでいくということをしなきゃ いいゲームにならないというふうに思いますね。ですから、まあ、前に前線にボール 出たらやはり山口君、磯貝、今日の得点したプロタソフ決定力があるだけに、ね、やはりうまくどう前線につないでいくかという、この中盤のやはり構成パスの組み立てというところにやはり、もう少し最新の注意を払ってやるということじゃないかと思いますね。しかしこれ初戦勝ったということは武蔵さん、気分的にはいいでしょうね。そうですね。ホームで勝ったというのは、まあ、ファンの期待に応えられたということでね、まあ、次につなげてほしいですね。気分的にこう初戦は不安もあったろうけれど、これでやっていけるんじゃないかというね、インタビューで山口選手も言ってましたけどね、その辺も期待したいですよ。そうですね。初戦は結局3対1でガンバが快勝でございました。こちらの放送席の解説は水島武蔵さん、それからスペシャルゲストといたしまして、鎌本国重さんでお伝えいたしました。お二方どうもありがとうございました。ありがとうございました。イヤリングを変えた恋が VS ガンバ大阪。この放送は日本テレコム、富士フイルム、ケンタッキーフライドチキン、みゆき郷里の提供でお送りします。私たちは何を基準に電話会社を、強い風が吹きつける轟き競技場、勝てないヴェルディ、迷えるヴェルディを象徴するコンディションといっては言い過ぎでしょうか。 J リーグ3年目の大異変、サッカー界の天変地異といわれるヴェルディ川崎の最下位定着、得点は9試合でわずかに6点、そして失点はその2倍以上と、どうにも噛み合わない攻守のリズム。さあエンジンを組みます。今まで勝てない、押していながらもなぜ勝てないんだ、そんな気持ちをこのエンジンの中一つにまとめます。一方対するガンバ大阪、現在第3位です。
昨年はサントリー、イコス両シリーズともに10位と低迷したこのガンバ大阪が現在3位と大健闘。現在強いガンバとそして迷えるヴェルディのこの一戦、等々力競技場から放送席解説セルジオ越後さんでお送りしてまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあいよいよキックオフ、センターサークルにボールが置かれます。今アップになりましたビスマルク、最も迷っている一人かもしれません。さあボールがセットされ今主審の手が上がっています。今日の主審は小畑さん。キックオフのホイッスルが鳴りました。第10節になります。サントリーシリーズの第10節です。現在3位と絶好調ガンバ大阪、一方最下位のヴェルディ川崎の一戦です。セルジオさん、はい、まあ、両チームのですね、はい、この順位表本当に昨年までと見ますと、ね、全く逆のポジションにいる両チームなんですよね。本当その通りですね、だから今までの J リーグ の, その1回も負けてないとか、はい、その運がいいとかね、はい、そういうことも言っておられない時代になりましたね、はい、もう全く新鮮な気持ちでね、前の数字前の成績を頼りにやってたら非常に厳しいじゃないかなと思いますね、はい、今セルジオさんのお話もありましたようにこの J リーグがスタートしてから公式戦ヴェルディは一度もこのガンバに負けたことがありません。93年、このシリーズ中は4勝そして、このカップ戦でも負けません。2年連続5勝0敗都合2年間で10勝0敗と本当に相性のいいこのガンバ大阪なんですけれども、現在の状況としては全く順位は逆になっております。さあこのボールが長すぎます。ラモス、この3試合前からこの立っているポジション、今ゴール前ゴールエリアペナルティエリアのすぐ外側なんですけれども、このリベロのポジションにラモスが立っています。さあそれではその迷えるヴェルディのスターティングメンバーからご覧いただきましょう。フォワードは武田アルシンドの2トップ、この2人でまだ2点しか挙げられません。そしてビスマルク、柱谷、北沢が中盤、両ウィングとして中村と石川、ラモスはミッドフィールダーの登録ですがこのリベロ、そしてペレイラと林、ルーキーの林がディフェンダー、ゴールキーパー藤川、そしてリザーブはご覧のようになっています。いつものマッチであります広永がオリンピック代表で、行っております。マレーシアの方に行っておりますので今日は林です。さあ一方の好調ガンバ大阪、こちらはヒルハウス山口の2トップです。そして石井スクリーニャというこの新鮮な顔ぶれが両サイド、真ん中にアレイニコフ、磯貝、キバとなっています。ディフェンシブハーフ、ディフェンスはセンターバックが橋本、ツベーダが出られません。右に島田、左に和田、ゴールキーパーはやはり今シーズン初出場岡中です。そしてリザーブはご覧のようになっています。さあ左サイドから上がっていきます。ガンバが攻め込もうというところなんですが、山口です。まあこのシリーズでね、はい、ガンバが今日が一番こう山場じゃないですかね、はい、そのヴェルディ相手だけじゃなくて、やっぱり主力選手3、4人ですか、4人いません、はい、いないところが、まあ、今年の、ね、はい、このサントリーシリーズの成績を占うという大事な試合じゃないですか。そうですね。さあそしてこのポジションゴール前ペナルティエリアから 7,8 メートル離れたところでの直接フリーキックを得ましたガンバ大阪です。まあ、非常にスリッピーになってますからね、まあ、非常にチャンスですね、はい、さあアレイニコフと磯貝、それから山口が構えています。まあ、右サイドの後ろから来る和田あたりも、はい、いけるかな。